今回のモテギ流掃除講座はバスチェアについた石鹸カス、水垢、黒ずみ汚れを落としていきます。で、何を使って落としていくかといいますと、こちらです。はい、これは 3M のスイフトスクラブというバススポンジなんですけれども、この間近所のドラッグストアで買ってきまして、このエプロンのところについた石鹸カス落としに使ってみたんですけれども、洗剤をつけずにこのスポンジだけで石鹸カスを落とすことができました。で、今回はその時試した石鹸カスよりもひどい状態のこのバスチェアでもう一度本当に汚れ落ちがいいのかどうなのか試していこうかなと思っております。では早速手袋をしてやっていきますね。で、モテギ和也シリーズにも研磨スポンジはあるんですよ。それがこの超人たわし Z ですね。これとの比較もですね、忖度なしでやっていきますので、最後までご覧いただけたら嬉しいです。では少し濡らしまして落としていきますが、まずお見せしますね、その汚れの具合を。全体的に黒っぽくなっているんですよね。で、これはぬめり汚れが乾いた状態、黒ずみ汚れですね。加えて石鹸カスも含まれている複合汚れといった感じでしょうか。このあたり分かりやすいと思いますけれども、これが頑固なんですよ。はい、あとこの素材はもちろんプラスチックですから、傷がつくのかどうなのかというところも気になりますよね。座るところツルツルしてますんで、ここもそんな汚れはひどくないんですけれども、ここにもちょっと力を入れてこすってみて、傷がつくのかつかないのか、ここの面で試していこうかなと思っております。裏側は生き物汚れがメインですから、塩素系をつけて落とした方がいいような汚れのように思いますね。それではまずこの辺りこすってみましょうか。なんか良さそうな感じがしますね。ここのラインだけこのぐらいの幅でこすってみましたけれども、一旦ペーパーで拭き取りますね。はい、あ、綺麗になりましたね。綺麗になりました。カメラ越しで分かりますでしょうか。そしてスポンジの方にはご覧の通り石鹸カスがついておりますね。かなりやっぱりいいですね。ここにちょっと残ってますけれども、ここはしっかりこすってなかったんで残ったといった状態だと思うんですよね。いいですね。もう一回やってみましょうか。今度ここ擦っていきますね。最初の状態がこんな感じ。そんなに力入れてないですし、そこまで時間をかけていないんですけれども、見てみますね。あ、落ちていきますね。落ちていきます。すごくいいですね。ちょうどここがラインでして、こっちがやってますね。で、こっちがやってないんですけど、わかりますでしょうか。では、超人たわし Z でやってみますね。比較の意味で。超人たわし Z でもう落ちていきますね。はい、綺麗にはなりますね。ちょっと引き続きやっていきますね。もう一度拭いてみますね。はい、綺麗になりますね。ちょっと力を入れて磨いてみました。この足のところですね。はい。で、ここはこの辺りは先ほど磨いて落としてますけれども、この辺りまだ残ってますので、こっちは超人たわし Z でやってみますね。
はい、端っこを中心にやってみましたけれども、落ちてはいきますけれども磨きにくい感じはありますね。比べるとこっちの超人タワーセットの方が柔らかくて動きやすいのと、半分に切っちゃってるというのもあって小さいのでちょっとやりにくい感じはしますね。こっちはこのサイズですから大きいのと、ここの擦るところの面がですね、これ硬いんですよ結構。なのでしっかり擦れるといった印象ですね。やっぱりこっちの方がやりやすいですね。このあたりちょっと超人倒しセットでは丁寧にやる分時間がかかってしまうじゃないですか。でもこれだと大きいのと磨きやすいので、そんなに時間をかけずにぐんぐん落としていけるといった感じですね。はい、今映しているここの面の右半分だけ磨いてみました。はい、綺麗になってますよね。こっちはまだやってないので黒っぽい石鹸カスがついてますけれども、こっち側はかなり綺麗になってますね。傷もついていなさそうですね。傷についてはここでもちょっと試してみますね。このツルツルしたところでかなり力を入れてやってますね。はい、では拭いて、あ、つきますね。わかりやすいですね、光が当たると。なのでツルツルした面は注意が必要ですね。ちなみに超人たわし Z はどうなのか、今度はここ同じように力を入れて、はい、うん、つきますね。はい、あ、分かりやすいですね、ついてますね。どっちも光沢のある面には注意が必要ということになりますね。では引き続き全体を磨いていきます。はい、一通り磨いてみましたがどうでしょうか。だいぶ綺麗になりましたよね。石鹸カスは一通り落とせてるような気がしますけれども、どうでしょうか。光が当たると少しもやっとしてるじゃないですか。これは落とせなかった水垢か、もしくは傷でしょうね。これ以上強く擦ってしまうとこんな感じで傷が入ってしまうんですよね。ここはかなり強く磨きましたから。でも横側磨くときはそんなに力を入れなくても石鹸カスはぐんぐん落ちていきましたね。水垢まで残さず落とすということになりますと、それなりに力を入れないといけませんので、そうなるとちょっと傷が心配になってくるところでありますね。で、裏側も気になるところ磨きましたけれども、綺麗に落とすことができましたね。ちょっと残ってるところもありますけれども、こういった裏側につくような生き物汚れ系には必ずしも今回使ったスイフトスクラブが最適ということではないのかもしれません。塩素系の方が簡単に仕上がりも綺麗に落とすことができるような気がしますね。はい、ということで今回はこちらの 3M のスイフトスクラブというバススポンジを使ってバスチェアについた水垢と石鹸カス、黒ずみ汚れを落としてみましたが、いかがでしたでしょうか。主に目立った汚れは石鹸カスだったんですけれども、石鹸カスは本当によく落とすことができました。で、比較のためモテギカズヤシリーズの超人タワシ Z も使ってみて比べてみたんですけれども、スイフトスクラブの方がよく落とせたような気はしますね。その理由は持ちやすさ、使いやすさだったと思います。研磨力についてはそこまで違いがないのかなという風な感じもするんですよね。ただその研磨力を生かすような擦り方がしにくい、薄いのと柔らかいのと、あと半分に切ってしまってるっていうのもあるんですけれども、その点でスイフトスクラブの方に軍配が上がるのかなと残念ながら思います。で、その擦りやすくて持ちやすいっていうところが良かったという風に感じましたので、そうなるとまずなんでこのような二等辺三角形みたいな形になっているのかなというふうに思ったんですよ。普通の長方形で良さそうな感じがしますよね。そうした方がやっぱり持ちやすいと思うんですよね。それとここのスポンジ部分、これも普通のお風呂洗いに使えますよということなのかもしれませんが、柔らかい部分と研磨力がある部分ということで、ただこのスポンジを買うんだったらこっちの面しか基本使わないじゃないですか。普通のお風呂洗いをするときに柔らかい方を使いたいということであれば、今使っているスポンジとかあとバスブラシで賄えますからね。そう考えると握りやすさ、使
使いやすさを重視に、私だったらまず長方形にしますね。その方が握りやすいと。あとここのスポンジ部分、すごい柔らかいスポンジなんですよ。キッチン用のスポンジみたいな感じ。そうじゃなくて硬めのスポンジあるじゃないですか。それにしちゃった方がしっかり持てて擦れるんで、それにして、でさらにこの厚さをですね、このスポンジ部分の厚さをもっと厚くした方がいいですよね。倍以上あってもいいぐらいですよね。そうすると硬くてしっかりしたスポンジを長方形の形で持ちやすいと。そしてしっかり擦れますよね、硬いんで。そうした方が擦られしやすいと思うんですよね。もしかするとこのスポンジ部分をあまり硬くしてしまうとしっかり力が伝わるので、よりプラスチックに傷がついてしまうという可能性は高くなってしまうかもしれませんが、そこは力加減で調整していけばいいでしょうし、もしくは三層構造にするのも面白いですよね。まずこの研磨の面があって、柔らかいスポンジをワンクッション、このぐらいの厚さはなくてもいいのでちょっと薄めに入れて、でその上にさらに硬いスポンジがあるとクッション代わりの効果もあって、持ちやすくて擦り洗いもよく効いて、クッションも効いてくれるので傷がつきにくいっていう風な形になるのかもしれませんね。いずれにしましても石鹸カスにはかなり有効なスポンジなのかなという風に思いました。石鹸カスといっても今回落とした酸性石鹸の方ですね。酸性石鹸も落としやすい石鹸カスではあるんですけれども、分厚くついてしまって乾いて固まってしまうと本当に厄介なんですよ。でもこのスポンジならある程度簡単に落とすことができるのかなと。で今後も引き続きいろいろ試していきたいなというふうに思うんですけれども、その一つが水垢に対してどの程度有効なのか試していきたいなというふうに思います。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。